あのそれでは定刻となりましたので、えー、ただいまから、えー、総合資源エネルギー調査会原子力小委員会第5回自主的安全性向上技術人材ワーキンググループを開催いたします。あの本日はご多忙のところご出席いただきまして、えー、誠にありがとうございます。 あの最初に、えー、お手元にお配りしている資料の確認と、えー、委員の出血状況を、こちらをあのご報告させていただきたいと思います。では、事務局よりよろしくお願いいたします。お手元に配布資料一覧、議事次第委員答名簿、さらに資料の1から資料の7、それから参考資料をお配りしておりまます資料の抜けがございいいいしたたたららお知らせいただきたいと思います。 ままた本日は野議員がご欠席となっておりますオブザーバーとしては、持、え、参、ー、されるということですけれども、文科省からマスコ原子力課長、原子力リスク研究センター所長としてアポストラキス様、原子力安全推進協会理事長の藤江様にご出席いただいております、また、併わせまして、あのプレゼンターといたしまして、三菱重工業株式会社常務執行役員の門上様にお越しいただいております。 本日はあの皆様のお手元にお貸しいただいてますとおり、同時通訳をアレンジしております。日本語はチャンネル1、英語はチャンネル2となっております。ご退席の際にはレシーバー座席に置いてお帰りいただけますよう、よろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。あの資料の方お手元にお揃いでしたらあの、本日の議題に早速入りたいと思います。えー、まず、本日はあの非常に遅い時間の開催となりました。 でそれで非常にあの軽食を用意してございますのであの議事進行中適宜食事を、えー、取りながらあのお願いしたいと思います、えー。本日は原子力の自主的安全性向上について取り上げたいと思います。あのまず議論いただく上での,あの参考のために事務局より各国における、えー、確率論的リスク評価の活用状況に関する資料を、えー、説明していただきます。 続きまして電気事業者による PRA 実施の促進及び各社のリスクマネジメントの助言等を行う目的で昨年設立されました原子力リスク研究センターにおける取り組みにつきまして あのオブザーバーのアポストラキス様より、えー、ご紹介いただきます。でその直後に一、えー、回目の自由討議の時間を設けさせていただきます。でその後、えー、原子力事業者の適切な、えー、リスクガバナンスの枠組みを構築する上で、あの非常に重要な役割が期待されてございます。えー、原子力安全推進協会における取り組みにつきまして。 こちらもオブザーバーの藤江様よりご紹介いただきますでそれからプラントメーカーを代表して三菱重工株式会社より自主的安全性向上の取り組み状況につきまして門上様にご紹介いただきますで最後に航空産業における事業者の自主的安全性向上の取り組みのあり方について あの委員の前田様よりあのプレゼンテーションをいただく予定でございます。でその直後に二回目の自由討議の時間を設けさせていただきます。えー、それでは最初にあの事務局からの説明から、えー、入りたいと思います。ではよろしくお願いいたします。それではあの事務局から資料一に基づきましてあのまだ一般には馴染みが少ない部分もあろうかと思います。確率論的リスク評価についての 各国の活用状況をまととめたた資料の概要をざっとご紹介いたしますますず2ページ目あの、そもそも確率論的リスク評価とは何かということを書かせていただいておりますけれども、ポイントは、原子力施設等で発生するあらゆる事故を対象として、その発生頻度と発生時の影響を定量評価し、その席であるリスクがどれほど小さいかで、安全性の度合いを評価する方法でございます。 えー、レベル1、レベル2、レベル3と、えー、それぞれ PR のレベルがありまして露、えー、心損傷までの確率を出すものをレベル1と俗に表現すると、えー、それから格納容器破損に至って、えー、放,射性廃棄放射性物質が大気中に放出されてしまうことの確率を見るものをレベル2。 その結果としての健康影響の確率を見るものを、まあ、レベル3と一般に定義しているというものでございます。でより具体的なイメージがあの3ページにございましてそれぞれまあ事故に至るその原因の事象としてはあのシステムの内部で起こる内的事象あの故障ですとか人的過去、えー、それからまあ外的事象あのすなわち今回の福島の津波 あるいはあの地震、航空機落下、えー、そういったものを,を、まあ、禁事象として起こるものといったものが大、まあ、別されるわけですけれども、えー、ポイントとしては、まあ、あらゆる、えー、事故の可能性を想定して、えー、そのシナリオに基づいて、えー、それぞれそのシナリオでどのような、うんえー、事象に至る可能性があるのかというのを、まあ、考える、その思考プロセスが、まあ、極めて重要で。 その結果、まあ、出てくる咳としてのリスクの大きさ自体については当然、その精度等については日々、向上していかなきゃいけないものですけれども繰り返しになりますけれどもこうした発想で原子力発電所のリスクを常にウォッチするというところに意味がある取り組みだとそのように認識しております4ページには IAEA での定義について参考までに添付させていただいております で5ページ目でございますけれども、IAEA、e、の安全に関するさまざまな標準の中でも、PRA については、重要な解析ツールとして位置づけられておりまして、その活用が強く鑑賞されているところでございます。まあ、具体的な中身については、6ページに抜き出しを添付しております。7ページでございますけれども、 あの先ほど申し上げたように、実際に PRA を測定する値との,あの関連性については、当然、常に関連性を高めていく取り組みが必要だという前提で、考え方としては、その PRA を導き出す結果としてえ出てくるえ事故のえ確率を、いわゆる安全目標という形で、IAEA においてもそれぞれターゲットの値をえ示しているところであります。 IAEA において、それからあの主要国においても、えー、同様だと思いますけれども、まあ、季節のプラントと、これから新しく、えー、建てるプラントで、えー、その安全目標の、えー、レベルについては、まあ、違いを設けて、えー、定義をしているというところが、えー、国際的なあの流れだというふうに認識しております。その上で8ページ目以降で、各国における PRA の活用状況をまとめさせていただいております。 えー、9ページ以降がアメリカでございます。アメリカについては、もともと、えー、スリーマイル島が、えー、起こる前の、えー、ワッシュ1400という原子炉安全研究をに端を発して、えー、PRA の活用が進められてきた、えー、ということですけれども、やはりスリーマイル島事故を受けて、えー、その取り組みが加速されたという背景があろうかと思います。 でまず重要なのは9ページにありますとおり、まあ、事業者側からの、えー、規制側への提案として、まあ、これだけリスク情報をきっちりと整備したので、まあ、それに基づいてより、えー、規制資源を配分すべきときに多く配分し全体としての規制の効果が高まるような形でリスク情報を使ってほしいと。 という形での産業界側から規制側への提案が、えー、なされたというところが、まあ、アメリカにおける PRA 活用の経緯の中で重要な点だと認識しております。その上で、10ページ目にありますとおり、えー、規制当局自体も1986年に、えー、安全目標というものを、えー、規制の中で位置づける、えー、声明を出し、かつその上で各事業者に対して、 内的事象の PRA の実施、あるいは外的事象の PRA の実施をそれぞれ要求をすると、その上で1995年に、いわゆるリスク情報を活用した形で、いわゆる決定論的な手法を補完するものとして、リスク情報を活用した規制の高度化というものを基本的な方針として、 対外的に打ち出していくというところまでアメリカはあの来ているということでございます。で十一ページに参考といたしまして今ご紹介した千九八八十六年の NRC による安全目標声明の中身を添付させていただいております。ポイントはまあ米国民が通常されさらされている他の社会的リスクとの関係で原子力発電利用に伴う 追加的なリスクの大きさというのはこのレベルにしなきゃいけないと、すなわち他の社会的リスクの関係性の中で安全目標を定めていると、その結果として、性能目標として、炉心損傷頻度としては10のマイナス4乗路年、早期大規模放出頻度としては10のマイナス5乗路年という安全目標を掲げるに至ったと、12ページが先ほどご紹介した1995年の PR 政策声明の中身でございます。 13ページにあの飛んでいただきますと、まあ、先ほどご紹介したようにまずは PRA については産業界側から、えー、規制当局に対しての提案がなされたということでありまして産業界側の、えー、自主的な取り組みとして、えー、設,計けん設計建設段階、えー、あるいはあの実際の運用段階での真層防護能力の特定 あるいは系統を実際にどういった形で使うのが最適かといったところにおいて PRA に基づくリスク情報が積極的に活用されていく流れがありました14ページにございますけれども規制当局としてもそうした原子力事業者側でのしっかりとしたリスク情報の整備活用という実態をベースにいたしましてそれであれば 例えば原子炉監視プロセスにありますとおりリスク情報に基づいて検査の結果指摘される事項にも重いもの,あの軽いものがあると重いものについては当然優先的に対応してもらわなければ困りますしさらに言えば重いものにこそあの検査官の重点配置と規制資源の集中投入を図るという形でトータルとしての規制が 安全向上のために最も効果的に使われるために今リスク情報を用いるという形の規制当局側のまあ産業界に対するえ答えというものがまあキャッチボールができているということだと認識しております。その上で十五ページにまあ安全目標への適合性の確認をまあ規制当局がどのような形で実施しているかということをまとめておりますけれども。 ポイントは、季節プラントと新設プラントでえ安全目標をえにリファーする形でえ規制運用するのかしないのかという点がまあ異なっているというのがポイントでございます。かイギリスについての活用の経緯を16ページからあのまとめております。この詳細については最後に取りまとめの表をつけておりますので省きますけれども、特にポイントといたしましては、18ページにありますとおり、 イギリスにおきましても、他の社会的リスクとの関係で、原子力を利用することに伴う通貨的リスクがどこまでが許容されうるのかといった点から、えー、安全目標を位置づけた上えで、それを実行たらしめる PRA の活用が、軽水路の建設のタイミングで義務付けられているというのが、イギリスの PRA の利用の実態でございます。 からフランスの例に飛ばさせていただきまして、フランスの例は二十三ページからまとめさせていただいております。フランスにおきましては、従来 PRA の活用についてはあの積極的でない時期があの続いておりましたけれども、二千二年に PRA 利用の、えー、拡張に関する基本的な規則が公表されるという形で、えー、フランスにおいてもあの PRA の実施があ加速されてきていると。 いいうことでございます具体的なフランスにおける PRA の活用例につきましてはあの24ページにまとめておりますのでご参照いただければと思いますその上で我が国でございますけれども25ページから我が国の PRA 活用の経緯についてまとめさせていただいております我が国においては規制という観点から申し上げますと定期安全レビューの実施 が進められて実施がなされれておりますけれどもその中において PRA を用いるということについては、まあ、強い推奨に過ぎない位置づけで規制要求になっていなかったというのが、まあ、事故前までの状況でございます特にあの学会を中心に PRA の実施の手法についてのガイドライン等の整備は進んでおりましたけれども各事業者レベルでのその実施が、えー、他国と比べて必ずしも 進んだ状況ではなかったというのが、我が国の PRA 活用の現状だというふうに認識しております。そんな中で、我が国において、27ページをご覧いただきますと、新規制においては、安全性向上評価というのを実施する上えで、PRA に基づくリスク情報を必ずそこに盛り込んで、届け出をしなければいけないと。 いいうここととが新規制の下ででは取り込ままれたところでございます28ページに後ほど詳しい説明があろうかと思いますけれども、まあ、産業界側の実績な取り組みの一環として原子力リスクセンターの設立等が現在進められているところでございますで我が国における安全目標の議論でございますけれども安全目標につきましては 旧原子力安全委員会における議論としては、やはり他の社会的リスクとの関係での原子力に起因する追加的なリスクというのがどこまで許されるのかという観点から、ここにあります、炉心損傷頻度10のマイナス4乗年程度、えー、格納容器機能喪失頻度10のマイナス5乗年程度というものが示され、30ページにありますとおり、原子力規制委員会の下でも、 この議論に立脚した形で、安全目標を考えてていいいいけばいいとということが決定されております。ただし、まあ、福島の事象を受けまして特にセシウム137の放出量が100テラベクレルを超えるような事故の発生頻度を100万路年に1回程度超えないように抑制するということが追加的に明示されたということでございます。 こうした各国の状況につきまして、31ページに一覧表の形でまとめをつけさせていただいております。今申し上げたように、PRA については、まあ、安全目標の関係で、どのように実際の規制運用に活用されていくべきなのか、あるいは規制運用で活用されていくだけの各事業者における精度の高いリスク情報を取りまとめの実態があるのかどうかと。 いう点が、ま各国における活用状況を比較していく上でのポイントになろうかと思います。事務局から以上です。ありがとうございました。あの続きまして、原子力リスク研究センター所長、アポストラキス様にプレゼンテーションをお願いしたいと思います。アポストラキス様、よろしくお願いいたします。 きょうはご招待いただきましてありがとうございます。私からは原子力リスク研究センターの概要についてお話をさせていただきます。ただ、まだできたばかりで、まだ3か月半しか経っていないということは、ぜひご承知をください。ですからまだ 幼児の話を聞いていてるということとをご承知いいただければと思います次のスライドお願いしますこの3ヶ月間、最初に私どもがしたことは、もちろん、まずはミッションは何か、なぜこういうふうにしているのか、何を達成しようとしているのかを問うてみるということでした。で、ミッションステートメントを出しました。でこれは、原子力事業者を、そしてもっと後半の意味では、原子力産業化を支援する。 それは原子力施設の安全性を絶えまず向上させることの支援をするそしてそのために確率論的リスク評価リスク情報を活用して意思決定リスクコミュニケーションの最新市場をかつ開発し用いるということは非常に野心的なミッションですしかしえこの一つ一つに貢献したいと考えていますそしてビジョンは国際的な中核的研究拠点 PRA リスククマネジメンント法のセンターとるいうことですこれは私どもの考えでは、あらゆる利害関係者から信頼を獲得する意味で、非常に大きな一歩になると思っています。次のスライドをお願いいたします。加山さんがおっしゃったように、正式に隔離されたのは、 設立されたのは昨年の10月です。電中研、電力庁研究所内に設立されました。で、スタッフもいますが、この組織図がこちらに書かれています。私がセンター所長で、ミザーブ氏、元 NRC の委員長から顧問のサービスを受けています。そして技術諮問委員会のアドバイスも受けていますが、これについてはまた後ほどご説明します。そして、 そのい、え、尾本様も、この技術諮問委員を務めていただいています。で、私は、3ヶ月に1回、2週間ぐらい、日本に滞在するとこういうことをしております。でこと、今年になってからもう少し頻繁に日本に来ております。ですからえ、このセンターのマネジメントの方々の強いサポートが必要です。ですから、所長代理、また副所長もおり、そして、 技術運営チーム、リスク評価研究チーム、自然外部事象研究チームといったスタッフがいます。で、私どもの目的は、電力を支援するということですから、当然、電力会社の幹部との交流も必要です。ですから、電力会社の社長、CEO, CEO との対話を持つということ、また、 原子力経営責任者会議会議議支援のも毎月あります私も毎月出席できているわけではありませんけれども定期的に出席しています。でちょ最近業界側でいわゆる PRA 推進委員会を設置しています。そのメンバーは、まあ、シニアディレクターのレベルが参加しています。電力会社の経営幹部が参加しておりかなり緊密な 関係を持つことになっています。昨日月曜日、月曜日と昨日も会議を開き、また金曜日も会議を開催しています。ですから電力会社との交流はかなりあります。当然のことながら電力会社のために私どもあるわけですから、そういったことになります。で次のスライドは国際的なこの技術諮問委員会の委員を示しています。 メザーブ博士については触れましたが、6人の専門家からなっています、ステッ,ステッドカースさん氏は委員長ですが、非常にえ、K、p r n の経験豊富で、世界各国で経験を持ちです、アメリカだけではありません。そして現在、アメリカの NRC のお原子炉のお保証措置のお委員長でもあります。またアフサリ氏は リスク管理のディレクターをアメリカの主要な電力会社サザンカンパニーサザンニュークリアで勤めてらっしゃいますまた直視博士は以前 NRC に所属されてましたで本当の意味での地震リスクそして外部事象の専門家ですフジバディ氏は EDF からいらしていますそこでのシニアメンバーであり そのご経験は主に安全性、設計で、PRA ではあんまりありませんけれども、しかしそういったご意見も必要だと思っています。また、フランスの経験も有しているということでご来、ご参加いただいています。また、高田教授は地震、そして構造上の問題のご専門です。山口教授はご紹介はいたしません。この座長を務めてらっしゃって、もう皆さんご存知と思いますので。 原子力安全がご専門です次のスライドですが、これはもう既に申し上げたことの繰り返しになります。えー、ミッションの繰り返しになりますけれども、私どもこの真ん中に位置づけられていますけれども、ロードマップを策定し、研究開発を実施する。そして、当然、主に私どもやらなければいけないことは、 研究プロジェクトに携わるときには、そのプロジェクトの成果がどのように PRA、あるいはリスク管理の中で使われるかということを常に意識しておかなければいけないということです、つまり私どものセンターは大学ではないと、純粋に研究だけをしている組織ではないということです。 これは非常に重要な区別だと思います私どもは少なくとも今の時点では電力会社の支援をしています PRA の開発これは、えーえー、アートとしてやるんではなくて実際に行うもの観光として支援しているわけですもちろん具体的な定義そして教会がこの2つの間にあるわけではありませんけどもいろいろと流動的ですが ただ、ステート・オブ・プラクティスといった場合には、あ,ある特定の問題で、えーまあ、後半に国際的に使われている手法を適用するということです。ステート・オブ・アートといった場合には、それを超えていく。そうなると、大学の教授、あるいは研究者、あるいは研究機関の研究者が、最新のステート・オブ・アートのより先進的な知識、そして研究を行うことになる。そして もしそのステート・オブ・アートに携わっている人たちが開発した手法が認識、受け入れられ、後半に使われれば、ステート・プラクティスとその実務の中に入ってくるわけです。これは単に言葉だけの違いということではなくて、もっと重要なこと、区別です。まあ、特に研究員などが何かプレゼンテーションをする、そこで混乱が起きます。 その最新のステート・オブ・アートのものを進めようとする、えっと、同時にステート・オブ・プラクティスも進めようとするということ、混乱が生じるからです。ですが、ここは非常に重要な区別です。現在、私どもが目指しているのは、実務で使われる最新の PRA ということです。もちろん,、うん、国際的な状況にも追いついていかなければなりません。会議に参加したり、あるいは学術誌を読んだりする必要があります。また 世界各国からの諮問委員会のメンバーからえ海外、そして国内の状況の情報も入ります。またえ事業者ということでは、この双方向の交流になります。電力会社からどういったニーズがあるのか、どういった問題を抱えているのかについての情報を私ども受け取り、同時に私どもからも事業者に情報を提供します。ここういったことをすべきだえその ステイト・オブ・プラクティスの PRA のためには必要だと。こういった研究をする必要があるという,ようなことをアドバイスします。ただ、ここで明確にしておきたいのは、私どものセンター自身が PRA を行うわけではないところです。PRA はあくまで電力会社、そしてその契約、委託業者が行います。しかし、私どもは PRA をレビューをします。今週もそれを行っています。コメントや勧告、改善のための勧告などを出します。あくまで原子力、 研究センターです。PRA の実務課の集まりではありません。次のスライドお願いします。すでさに申しましたが、これが私どもの目標です。これは非常に重要だと言えます。というのは、やはり一部の研究者は研究のための研究をしがちです。で私はそれを受けることはできません。私どもとしては、 最終的に成果物が必要ですそしてそれが電力会社の PRA リスク管理に役立つものでなければなりませんそして国際的な協力ももちろん適切であれば行っていきますですでに国際的な専門家をいくつかのことで支援してもらうために採用も行っています、えー、エプリの本 部を2週間前に私は訪れましたシャーロットですでそこの警官部の方とどんなことをしているのかそして私どもはどんなことをしようとしているのかについて協議をしどういった協力が適切であると考えられるかについて協議をしましたこれは非常に重要な点です私どもがすることはすべて一般の人にオープンにしますもちろん ある会社の機密の情報であればそれは保護しなければなりませんがしかしオープンで透明性を高くしていきますそしてできればそれが一般の人の信頼を向上させることにつながればと思っていますだからミッションステートメントの一部としてリスクコミュニケーションの支援もしたいということを申し上げましたでリスクコミュニケーションは単に 組織からあ一般の人に対して伝えることだけではありませんその組織がどんな風に運営されているかということも非常に強力なコミュニケーションのツールとなりますですからオープンで透明性を高くするということによってメッセージを送ることができます我々は真剣に実務に取り組んで何も隠していない安全性の問題があればそれについてはきちんと口にするそしてそれに対する対策を提案するというふうにしています ですからこれは非常に重要です。私が NRC の委員を務めているときには常に、えー、オープンではないというようなことで批判を受けていました。NRC はウェブサイトでほとんど全て情報として公衆に提供していたにもかかわらずです。しかしこれは常に国民からの要請としてあります。その意味でアメリカ国民も日本国民も変わらないと思います。やはり人々、国民はその知識を求めている。そして その情報を提供する人を信頼できるということあれば非常に重要な第一ステップになると思います。それが100%、これだけしかやる必要がないというわけではありませんけれども非常に重要なことです。で次、お願いします。ということで、ウェブサイトがあります。情報がウェブサイトになります。英文と和文と両方あります。それから 国際的なな会議どどにも出席していきますす先ほど述べた通りで,すで技術諮問委員会が設置されておりましてその委員会との間でもオープンに意見交換をしています、えー、常に公開でこの会議を行っていますそして成果物はすべて公衆に公開します次のページです これがウェブサイトの様子ですどなたでもここでさまざまな情報を入手することができます。次のスライド。一つ我々がやっていることで、まあ、日本では初めてのことだと思うのですが技術諮問委員会は委員会会合の後所書簡を私宛に 輩出しますどのような考察をしたかどういったプレゼンテーションをしたかとそして何はいいと思ったか何はよくないと思ったかそういったことを書簡にまとめてそして私宛に発出されますそれは英語日本語両方で出されていて3通のその書簡がすでにウェブサイト上で公開されていますこれはアメリカのやり方を元にしています私はその 所一つ一つに返信しなければならないということになっています。そして私はその返信を書いてそしてそれがウェブサイトに掲載されます。まあ、自分が全て手書きで書くというわけではありませんが例えば電力会社から何らかのプレゼンテーションがあったとします。そして委員会がその技術的なアプローチについて何かコメントをしたとしたならば電力会社は その技術的なアプローチを私に提出する、そして私はそれをレビューして、必要であればそれを修正して、そして私自身のこの返信を TAC ・技術諮問委員会に対して出すというプロセスとなっています。実際、昨年10月、えー、3つの書簡が出まして、私がそれに対して一つ一つ返信をしました。で八木さんが 業界を代表して書簡を出す必要性を感じてそれを出されたそれも素晴らしいことですで、それもウェブサイト上で公開されましたタック技術諮問委員会のウェブサイト上でそれも公表されていますさてこちら我々が取り組んでいる内容のハイライトを示しています電力会社に対するさまざまなその PRA に関するサポートが中心となっています でパイロットプロジェクトが今走っておりまして、これは伊方三号機、まあ四国電力の伊方三号機に関してのプロジェクトですが、短期的な目標としては P.R.A. をサポートし、それを改善していくということがあります。でこちらの方、下の方、人間信頼性分析の手法もこの実務の最高最新、えー、水準に。 上げていかなければならないということを認識しこの HRA どうするべきかというガイドラインを策定していますそしてこれは実務の最先端ということでやっておりますもう一つ研究という観点でより長期的に取り組んでいることがありますがそれはこの極端な環境条件でのオペレーターのパフォーマンスつまり福島のような状況での 事業者のパフォーマンスということでありますでこれについては実務の最先端も技術の最先端も何もありません。ですので我々はそういった長期的なプロジェクトも開始しているわけです。そこに秩序をもたらしモデルを構築しようとしています。そしてそれが将来的には実務の最先端になるということを期待しています。しかしここにはきっちりと区別があります。短期目標に関しては9ヶ月 という形で実務の最先端に取り組むでその他の部分より長期的な取り組みに関しては2年といったタイムスケールで取り組んでおりますさて今述べたような電力会社に対するこのサポートに加えて私たちはさまざまな取り組みを行っていますそれを超える なぜそういうことをするかというと日本ののの国民の皆さんの信頼を勝ち得るためです我々あるいは産業界が規制を超えて対処しようとしているそして真にリスクを管理しようとしているということを示すためです。先ほどこの安全目標の説明がありました。 IAEA、e、のウィーンのこの内容あるいは米国英国のこの安全目標の説明がありましたということで安全目標に関してこれまでいろいろな活動が行われていますで国際社会として福島の後必要だと認識されているものはこういった安全目標 PRA 手法 というのは、この1つの合気に対処していたということです。加山さんが先ほど引用された10のマイナス4という数字も、1つの合気に関しての目標となります。しかし、福島で学んだことは、複数合気がその同じ場所にあるという状況です。でこれはリスク評価をするにあたって重要な要素となります。でですので私たちは より長期的なプロジェクトを開始することにしました2つのことを取り上げます1つは安全目標を複数号機のサイトについてどう策定したらいいかということですで、その目標が複数号機のサイトについてできたらばそれについてどう PRA を行っていけばいいのかと目標を達成できているかというようなその PRA どう行っていったらいいかということですですから2つに分かれています そしてその安全目標に関してはもちろん社会に受け入れられるものでなければなりませんですので我々はこれを開発しようと考えていますがより広範囲な関係者を巻き込んでそれをやっていきたいと思っていますまず自分たちの宿題をやるべきだと考えていますすで、まあ、に国際的にさまざまな取り組みがなされています IAEA、e i a もハイレベルの文書を出そうとしています、この複数号機の目標に関して、そして技術的な文書も PSA、PRA、複数号機の PSA、PRA に関してまとめようとしています、非常にハイレベルな文書です。ということで、PRA 手法の課題を明確化し、解決するというのは、そういう話です。 我々が交渉に対してメッセージを発するということにおいてこれは重要だと考えています安全性を重要視しているとそして規制に依存していない規制を超える活動をしているんだというメッセージを出していくことが重要だと考えていますそれから先ほど少し触れましたが頻繁に CNO 原子力経営責任者と会議を行っています メザーブ博士とともに私は各電力会社を訪れていますそして CEO 社長との対話を行っていますそれから PRA 活用推進タスクチームとも議論を行っていますでこれは非常に重要な前向きな取り組みだと考えています設立されて3か月ですがこの業界はですね我々の この活動の価値を評価してくれていると思います。特にタックからのこの所感ということが評価されています。で、このタスクチーム業界内の重要な人たちが参加してくれています。え、そして今週その各委員が最初から最後まで参加して、え、そして議論をし発言しメモを取っていたということに私も感銘を受けました。え、最後のスライドですが、これまで述べたことをまとめています。 我々発足してまだ間もない組織ですえミッションとビジョンステートメントを策定しました。えそして、この技術諮問委員会の技術的なあ能力の高さに関しては大変誇らしく思っています。そして、すでに書簡をすべて公開しているということに表れているようにオープンで透明性の高い運営を行っています。そして、安全目標などについてイニシアチブを取っております。そして、もちろん、 我々は孤立して活動しているのではなく産業界や国際機関と密な連携を図っていく所存でございますありがとうございましたありがとうございますそれではただいまご発表いただきました自主的かつ継続的な安全性向上に関するああ向上性に資する原子力産業界全体の取り組みを支援するための 原子力リスク研究センターの取り組みについて、質疑応答及び自由討議に入りたいと思います。ご発言なされる方は、お手元にあるネームプレートを立てていただきますようお願いいたします。あの順に指名させていただきますで。それからお話の中でもありましたように、アポストラキス所長は NRC のコミッショナーでいらっしゃいましたので、 あのそのご自身のいろいろなあのご経験も踏まえて。いろいろお話が伺いできればと思います。あのそれではよろしくお願いいたします。あのご意見ありましたら。えっ、ー、とでは山本委員からお願いします。大変や興味、興味深い話をどうもありがとうございました。えっ、ー、と質問はあの二つあります。最初の質問は。 えーとまあ、ユーティリティーやインダストリーの関係者と,、えー、といろいろあの話をされているということだと思いますがあのその中であの安全に対する考え方であるとか安全に対する取り組み方あのそれについて、えー、と特に違和感を感じたりとか、えー、と何か特別な印象を持たれたことはありましたでしょうか。 まずここまででお答えいただければと思いますもちろん、まだ発足して3か月ということは、ぜひご承知をいただきたいとは思いますけれども、ただ、非常に正しいことをしたいという強い気持ち、願望があることを感じています。 そして、かなり後半に、単に規制をに遵守するということだけでは十分ではないという認識があると思います。もっと実務的な面で、ご存知のとおり、今、原子炉は停止していますので、かなりリソースがあるわけです。その再稼働再稼働に向けてのリソースが投入されています。それれれについてここををするこれをするる これあれをするということになっていますがそうなるとリソースの問題が出てきます時にはちょっと躊躇するというようなことがあるこれを本当に必要なのかとやる必要があるのかというようなためらいがありますしかしそれはまあ当然のことですというのはちょ直近の目標はなんといっても再稼働です再稼働をしなければあこのもうそもそも原子力の安全がないかです質問はえっ、ー、とステークホルダーの中に あの規制当局が当然入ると思うんですけれども NRRC は規制当局とはどのような、まあ、関係にを、まあ、考えられているのか、まあ、その点についてお考えがあればお聞かせください。まず 武田,田さんは、まあ、あ友人でありますし、1週間前にも言いましたが、ただ、えー、あまり機微な問題について突っ込んで話したりはしません。ただ、あ我々がやるべきこと、もちろんそのおスタッフとも話さなければいけませんけれども、良い PRA が、 確立できた、そういった軌道に乗ったというふうに自信を持ったら、NRA に対するアプローチとしては、リスク情報を活用した規制に対する考え方ですけれども、加山さんがすでにまとめていらっしゃいましたが、規制当局に行って、単に申請をして、レビューが返ってきて、これでは弱いと。 言われたくはないと思っていますですからまだ時期尚早かもしれませんそして規制委員会もそれから電力も再稼働でまだ忙しいということもありますのでそのために我々は時間が余裕があってその強みを磨いていくことができると思いますしかしながらある時点で規制定期的に NRA とも交流を持っていくということが重要だと思います規制当局がやはり非常に大きなステークホルダーであるからです ステーコホルダーというよりはもどんな国でも非常に大きなプレイヤーであることは間違いないからです。えっとそれでは岡本委員どうぞ。いはいあのまずえっといっぱい質問があるので <laughs> まずあの経産省の資料にお願いしたいんですけれども。 えとこれあの、非常によくまとめられていると思うんですけれども、あの多分えっ、ー、とこれに台湾とか韓国とかですねあの、非常に進んでいる国の情報を入れておくべきだと思います、あの去年ですね、j a n c のワークショップで、台湾と韓国のユーティリティリサーチャーの方々、来ていただいて、彼らの PRA のアプリケーション、 をいろいろ聞いたんですけれども、はるかに日本より進んでいて、台湾などはそれによって90%以上の設備利用率があるということでありますので、そのあたりを含めて、日本が非常に残念な状態にあるということをしっかり認識しておいたほうがいいかなというふうに思います。それでえとアポキストラ 所長にいくつか質問があるんですけれども、私はメンテナンスが非常に PRA のアプリケーションとして重要だと思っていて、AOT であるとか、オンラインメンテナンスであるとか、そういうものを例えばユーティリティもレギュラトリーボーディーも毎日のように使うことになるわけです。 そうすると、もう必要に迫られて、ユーティリティもレギュラーリーボーディーも PRA のインプルーメントがない限りは、安心して使えませんから、お互い切磋琢磨して、どん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  PRA が良くなっていくということにある、毎日使っているということが非常に重要だと思っているわけです。残念ながら、日本では、メンテナンスで PRA 使っているのは、停止時のみと。 という状況になっておりまして、非常にそこが PRA にとって一番あのまずいところかなというふうに思っております、やはりそのあたりは、先ほど山本先生の話もありましたけれども、PRA をどういうふうにレギュラトリーボーディとユーティリティがとあのうまく原子力発電所の安全のために使っていくかと。 いいうここととだと思いますのでこれが日本でもぜひ PRA がしっかり普及するためには,やはりメンテナンス等の毎日の中で年に1回のレギュレーションの SAR の中だけではなくて毎日の中で PRA をバージョンアップしていくというアクティビティが重要なんじゃないかなというふうに思っております。 そのあたりについて日本の現状非常に難しい状況にあることは理解はしていますがえとぜひ NRRC としての,あのエハンスメントをお願いできればというふうに思います。で、2番目はですねあのちょっと別の少し現実の話なんですがあのえとこの中にもあのアクティブフォールと PRA といいうのが非常に書かれていてそういう意味では非常に重要で今、日本ではもう全く PRA を無視した状態でアクティブフォールトのディスカッションが進んでいるんですけれどもこのあと多分、ジャンシーの方からのプレゼンテーションの中でもあると思いますけれどもアクティブフォールト自体も外部事象としてしっかり考えていくとこれ、アメリカ NRC もやられていますし 日本でもジャン氏がしっかりレポートをまとめていますのでこのあたりをやはりしっかりとリスクの範疇で考えていくということが重要かなと今日はあはマルチユニットの話だけでしたけれどもぜひそのあたりをしっかりお願いできるといいなと思いますあともう1個は今日の資料の中にはなかったんですけれどもあの日もいろいろ日本は大変な状況に今あるわけですけれども セキュリティ PRA のような話ですね、PRA をセキュリティの方に応用していくような話、これについて、どういうふうにお考えかをちょっとお聞かせいただければ、以上3点でございます最後の点から始めたいと思います。 残念ながら、少なくともアメリカにおいては9月,9月11日のこの事件以降2001年の事件以降いろいろなことがありましたがパニック的な対応もありました、このセキュリティ安全保障ということについて。 歯肉的な対応もありました。で、体系的なそのセキュリティの分析の手法というのもありませんでした。ですので、NRC では特別なオフィスを設置しましたで。そのオフィスに来た人というのはセキュリティ関係の人たちが多かったわけです。でそして。 このセキュリティに関してそのリスク情報を活用するということについては、いろいろと抵抗もありました。あしかし、えーまあ、それも最も,もなことです。それは一体何なのかということも理解がしにくいものですから。でそして、このセキュリティ関連の活動、大げさだと、この強制的なこの演習というのがオープンエンドで行われているということについても批判があります。で私が 在籍していた最後の年同僚とともにセキュリティに関して再評価をするという提案を出しましたそしてスタッフがそれに対応しましたまあ、あ私はもうその後委員を辞めましたのでその結果は見ていませんがただこれはある程度時間がかかるだろうと考えていますしかしリスク分析の考え方 活用できるものはあると思いますがセキュリティに関してはまだ手法として確立されていないという状況だと思いますメンテナンス保守ということに関して指摘したいのは当初15年この原子力安全研究発行して最初の15年このそれをもとに新しい規制を NRC を出していましたそして 米国の業界は p r に対して冷淡でしたこれは新規制のためのツールだと捉えていたんですでその後メンテナンスの規制規則が発表されましたで、それは大きなメリットがあると電力会社も感じたんですでそしてその電力会社の態度が変わり始めましたそれからこのポリシーステートメントなどが出てきたと 政策表明が出てきたということでこのメンテナンスもリスク情報に基づく方法を取ればプラント自体の安全性も高まりますし電力会社のリソースも節減できるということになりますまあ、ただこういったことを話すにはまだ時期尚早ですそのためには良い PRA が必要だからです活断層その他の問題についてまあ、これ日本で問題になっているということを認識しております でウィーンの IAEA が確率論的なアプローチを検討していると、まあ、地震の問題についても提供していくということは聞いていますが、私自身、えー、それについて関わっておりませんので、決定的なことは言えませんが、まあ、これについて、いろいろと議論していくと、私の仕事量がどんどん指数関数的に増えていくというのを感じておりますす以上ですありがとうございます。 えっとそれではありがとうございます続けて、えー、梶川委員どうぞお願いいたします。はい、えー、っと本日あのアポトラキス所長の方からあの研究開発の方向性だとか。 あと、ステークホルダーとの共同だとか、イニシアチブについてお話しいただいたいと思います。であの今後、PRA をまあ積極的に活用して、ステート・オブ・ディ・アートも、ステート・オブ・プラクティスも向上させるためには、本・ワン・キー・ググループのもう一つの趣旨であります、人材育成ということが非常に重要になってくるのではないかと思います。でその人材育成の観点から、大学や学会、電力事業者やプラントメーカー、それから規制庁やジャンシーといった他の組織に対する、 期待や要望といったことがあれば、えー、何かお聞かせ願えればと思いますけれどもいかがでしょうかまた申し上げますけどまだ発足して三ヶ月ということはありますただチャンシーとは議論をしています原安水の方とは このデータのレポジトリ的な立場にもあるわけです。事業者のデータのレポジトリです。で、私どもはデータ解析の手法に取り組んでいます。ですから次のステップとしては、私どもがより緊密にジャンシーと協力をして、どういったデータがジャンシーをお持ちなのかということについて、もう少し感触をつかんで、もう少しデータ交換、交流などをする。 それ以外にはまだあ,あまり協議はどこともしていません、まだええたくさんの組織があって、まあ、センターを最初に補足したときに、まずはお互いに知らなければならない、そしてどういったジョグなのかということをまずはつかまなければなりません、まあ、センターはゼロからスタートしたわけです。でで 電柱圏はあ電力会社からの要請に基づいて、いろいろな研究はもうすでにしていたわけです。ですから、NRLC は一体何をするのか、電柱圏は何をするのかというところから始めました。ですから、この協議をしてきたあ唯一の組織というのはまだあ残死だけです。何かまだあかお答えになってない部分はありますでしょうか。はい、ま大丈夫です。 では続いて、秋葉委員、お願いいたします、はい、あの本日は NRRC の,の役割について、大変あの分かりやすくご説明いただきまして、ありがとうございました。あのセンターの役割はあの分かりやすかったんですが、しかし、PRA という考え方については、大変難しい考え方ではないかと思っています。で先ほどののご説明の中でも あの一般社会とのコミュニケーションに向けた重要な情報を得ることが可能なということが書かれていましてあの一般社会にこのことによって、えー、と信頼を得ることができる PRA の手法によってということをあのお話になられたと思いますが一般の社会の人たちが PRA という概念や手法について理解するのは なかなか難しいと思います。で、事務局からあの、えー、ご説明がありました。各国の取り組みの中で、私があの、えー、注目しましたのは、英国において公聴会でこのあの PRA を、うん、取り扱ったということが書かれておりました。で、えっ、ー、とこのようなあのそれについてもあの公聴会ではその 膨大な量の資料を理解することができるよう、ま、できるよう。また、専門用語に馴染むことができるように工夫しなければならない。などと書かれております。アメリカにおいては、この PRA をえっと活用することによって、国民がその信頼を増すことになったということが、具体的にどのような時になされたのか。 あるいは市民の側を PRA を理解できるように育てるようなことを何かなさったのかその辺のところをあの教えていただけるとありがたいですよろしくお願いします <Sure. S 3> はいまずこの公衆パブリックというのはどういう人たちなのかということを きちんと理解する必要があると思います。いろんな講習が存在すると思います。私の経験では。この講習の中でも。単にも反原子力ということで凝り固まっている。人たちもいます。何をしても、そういった人たちの意見が変わることはありません。一方の局には。原子力推進派という人たちがいます。で、こういった人たちに。 えついては特にコミュニケーションをする必要もないということですも,もともと推進派ですからでその間にその大多数の市民が存在しているわけですそしてまあ米国においては日本のような大災害大,大大きな事故は起きておりませんそして国民の多くはあまり この問題に関心を払っていません日本では大変に国民の関心が高いという状況です PRA を説明することによって人々の信頼が得られるというものではないと思います非常に技術的なものですので平均的な市民にこれをこの手法を理解してもらうということは期待できませんしかし我々の行動というのが、えー、こういった国民に対して市民に対して メッセージになると考えていますもし業界が実際に行動を通して示せばつまりこういったツールを使って安全性の改善を実現しているんだということを示せば講習もそれには注目をすると思うんですまあ、こういったさまざまな取り組みそれぞれ少しずつ寄与していくということです一つこれをやれば 人々の信頼が得られるというものではないと思います私はこのオープンに透明性を高くするとそして行動を取るということが重要だと考えていますでこの安全目標というのが一つ助けになるかもしれません NRA が安全目標を提唱したとするそれはあまり役に立たないでしょう規制当局というのはもともとそれをするのが仕事ですからしかし業界の方からこういったものを出したとすれば 我々自身にこのような目標を課しますということを言ったならば、つまり例えば大量のセシウムを放出しないようにする、社会に影響を与えないようにする、福島のような事態を回避するというような目標を公表したならば、それには公衆は注目をするでしょう、つまり規制当局から出てもあまり反応はない。しかしか 自分にこういったこの目標を勝つということになりますと真剣だというメッセージを出せるわけですで PRA を行ってで目標に近づいているとそしてそれを超えているそしてリスクを低減するためにこういった行動をとっているということを示せば効果的かと思いますそれからもう一つ言われたことは日本の社会の中ではリスクという 考え方があまり幅広く理解されていないと特に残存リスクということについてリスクが失礼理解があまりないということでありますこのプラントは安全だということをみんな知っているわけですしかし技術者として安全とは何かということもよく知っているわけで残余リスクが常にあるということを我々は理解しているわけですで公衆に対して残余リスクというものがあらゆることについては存在するのだと いうこれは大変なことですがしかしそれをどこかの段階でしていかなければならない人々はどこかの段階で理解しなければならないあらゆる活動にはリスクがつきものであるということということでいろんな課題があると思いますがまずこの最初の段階として業界として行動をとっているんだということを示せば規制当局から言われるのを待たずに もちろん規制の基準は満たした上で、それを超えて活動しているんだということを示せば、そのような明るい展開も期待できるのではないかと思いますあ,のありがとうございました今後の,その、えー、事業者の行動に注目していることにいたしますありがとうういます、はいいでは続いて高橋委員どうぞお願いします。 私も2つ質問があって最初の質問は今の秋葉原委員の質問とかなり関係するところなんですけれどもそのやはり信頼を獲得するということが今一番重要なポイントだと思うんですけれども先ほどからのお話ではやはりその情報をオープンに出すそして透明性のある情報を 出すととということがが、えー、信頼の獲得につながるとそこは私も非常に同意するところなんですけどもただもう少しやはりリスクコミュニケーションというのがミッションステートメントに入っていてやっぱりもっと具体的にそのリスクコミュニケーションとして何かそのアクティビティとしてその主体的なものをやられる、えー、予定というかその中に、えー、活動の中にですねそういった具体的なリスクコミュニケーションのアクションを何かされる予定は、えー、あるのでしょうかというのがまず1つ目の質問です。 ディ、uh, スコミュニケーションのグループと先週お会いしました最初にお互いを知り合うためのミーティングでした彼らが何をしているのか私どもがどんな仕事をしているのかということを紹介しあったということで非常にそれは良かったと思いますが一つ われわれが話したタスクとしては、さまざまなリスクについての情報を収集する、一般の日本国民がさらされているリスクの情報を収集する、それが人、国民を教育することの第一歩になるかもしれません、例えば映画を見に行くときにもリスクはある程度あります、飛行機に乗るときにもリスクはあります。 でそこからまず始めるということです。というのは、やはり加山さんがあ安全目標を NRC に関して、えー、おっしゃっていましたが、それは他のリスク、例えばあ、えー、10のマイナス0.1%とか、そういった形で他のリスクとの比較の問題です。でえーまあ、意見交換、うん、をしたわけですけども、2つ目の質問はありますか。 PRA の中での,そのヒューマン・リライアビリティ・アナリシスの位置づけというところなんですけども私やっぱり HRA は非常に、えー、PRA やの中で重要な一つのフィールドだと思うんですけども実際にあのこの中の見せていただくとその扱いがいまいち小さいような気がしていて今後ですねそのヒューマン・リライアビリティ・アナリシスのところでもっと新しい方向の研究を取り組んでいくという予定があるかどうかを伺いたいと思います。 先ほど申しましたようにえ最新の実務それから最新の技術ということの違いはありますえ業界。アメリカの業界が既に開発した計算手法がありますがでその知識を移転しようとでそれをルーチンのコ高度そしてえ アクシデントシークエンスの中の標準に入れていこうとしていますが、ただ、非常に過酷な環境条件の中での HRA ですが、電力会社がモバイルの機器を持ってきて、それを適切な安全系システムに接続するということになると、全くこれ新しい分野で、まだ誰もこれについては議論はしていなかったわけです、福島の前までは。 まだじょ条件が非常に過酷なものになった、極端な状況になったときについては考えていなかったということで、そこで研究プロジェクトを立ち上げようとしています。すでにチームは結成しておりまして、APRI の方にもアメリカにいたときに話をしましたが、エプリンの方とも話をしましたけれども、ただ、あまあ、問題は,は同じということでもないんですけども、ただ少し躊躇はあります。 でも、我々 HRA は非常に真剣に考えており HRA は大変重要です特に私があ目にしたことを考えますと非常に重要だと思います日本の部品というのは非常に信頼性が高いわけですハードウェアがこれほど信頼性が高いということになるとやはり問題となってくるのは 保守で待機除外になるとか、ヒューマンエラーとか、そういったことになります、ですから、HRA については、非常に十分に認識しておりますし、行動を取っていますそれではの続きまして、関村委員ではお願いしますあの私もアポストラックス先生に質問させていただければと思います。あのまず 私自身あの、前回のこのワーキンググループで、えー、日本原子力学会が進めております、軽水済安全技術、それから人材ロードマップ、この中間的な報告をさせていただきました。そこでは 電力会社の方、それから産業界の幅広い方々、それから研究所、大学の先生方、まあ、こういう方々が集まって、どういう研究課題というものを今後、短期的に、それから中期的に、長期的に進めていったらいいかと、まあ、こういう議論を熱心に議論をしております、その中で今日あの先生からいただきました10ページのです、ねえー、リサーチプラン。 について、まあ、この,あの大きな課題についても我々現象学会の方の委員会で共有をさせていただいてこの取り組みを一緒にやっていくということをあの計画をしているということです、まあ、しかしながらあの今日お話をいただきました10ページのこのニアタームそれからミッド・ロング・ターム・ゴールズというのは非常にあの幅広い。 テーマを含んでいいるという,ふうに思ってておりまして今後具体的な研究活動に落とし込んでいく場合にこの特に長期的な課題についてはどういう具体的な研究テーマに落とし込んでいくのかこれについて何か方法論みたいなものがお持ちでしたら教えていただきたいということが1つ目です。2つ目はは今日のお話は 研究の課題の設定もそれから研究をする方々もやっぱりユーティリティ電力会社の方を中心にお話しいただいたというふうに思っていますしかしながら日本の強みというものを考えますと、えーまあ、ベンダーマニュファクチャーこういう会社が非常に、まあ、あの多くいらっしゃってそこに人材が豊富にある技術力も非常に高いと。 いいう面があろうかと思います、まあ、そういうことを考えますとこういう課題を具体化していくにあたってまああの産業界全体あるいは他のあの方々とどうやって協力体制を築いていくのかこの辺をどういうふうに考えていらっしゃるかも教えていただければというふうふ思います。私からは以上でございます、はい、これまで 四国電力と伊方三3号機について会合を持ってきましたけれども三菱重工が常にそこに参加していますですから日本でのそういったこのベンダーの関与というやり方についてはよく認識しております私は三菱に対して何かコントロールできるものではありません電力会社が何をしてていいいるかととうことについて我々は コメントしているわけですしかしそれは三菱に直接影響を与えるわけです技術諮問委員会の第1回発表は全て三菱側からなされましたで我々はそれに対して苦情を言いましたリスクマネジメントを本当にするならば電力会社が自ら PRA を行うべきだと電力会社の中にその担当者がいて責任者が置かれるべきだと この PRA について指示を出してそしてその結果を活用して意思決定をする責任者が電力会社に必要だと言ったんですでその後第二回の会合を今週行いましたけれども実際に電力会社の責任者が出席したということで私は大変に嬉しく思いましたそしてほとんどの質問に対して答えてくださいましたそれを我々は求めています私が質問をしたとき、三菱の方が答えると あるいは他の人が答えるという事態は避けたいわけです。というのも電力会社にきちんと責任者がいる必要があると考えるからです。ですからそういった意味ではいい方向に進んでいると思います。でこの研究の問題について、まあ、これは網羅的なものではありませんいくつかのものを示しただけですが今日この技術諮問委員会と長時間議論をしました。そして金曜日の午前中さらに長時間 議論をするつもりです PRA 推進委員会産業界のこの上級幹部の人たちが参加しますそれから四国電力の方も出席しますで、技術諮問委員会が不満に思っている点というのがあるわけですがまあいろんなことが計画と言われているが実際に計画になっていないということなんですですのでハイレベルで我々何をするのかということが問題ですこれこれを地震に 関するこの事象だとというものがあったとするそれについていつまでにプロダクトを出すのかそのプロダクトはどういったものであるべきなのかというところから始,め始まってそこから戻ってどういうタス,をタスクをいつまでに達成しなければならないかということを考えていく必要があります。まあ、プロジジェクトトマネジメント的な活動ですでそれを を実施しなければ真の進歩は見られないということになります。ですからそこまでまだ言っていませんが、そういったことを十分にこの検討はしております。はい、ありがとうございます。では谷口委員どうぞ。<coughs> はい。えっ、ー、とどうもありがとうございました。えっ、ー、とまず最初にあのえっ、ー、とアポストラクシス先生がまあ日本の原子力のリスク管理に多大にあのコミットメントしていただいたことに大変感謝しています。<laughs> というのがまず第一点で。 えとあの私も常々、ね、その産業界あるいは電気事業者自ら、まあ、リスク管理という意味ではあの自分たちのリスクあのマネジメントクライテリアというのを持つ必要があるということは、まあ、常に主張してきたので今回のこの資料を見せていただいてこのイニシアティブあのインダストリー・セーフティー・ゴールのイニシアティブはあの大変あのこれにすごく。 やっぱりこれがリスクマネジメントにおいて極めて重要になるわけですからこれについて本当に活発な議論をその産業界とともにやっていただきたいという、まあ、これは要望でありますそれであとはちょっと確認であの、えー、と中長期の,あの目標って言ってるこの中長期って聞き間違いじゃなければ23年ぐらい短い。 ど,ういうあのどれぐらいの,あの期間をあのなのかをちょっと確認をしたいと思ってますけれど、まあ、基本的にフルスコップ PSA、PRA はなるべく早くあの完了してとりあえず、一気通貫で完了していただきたいというのがあの希望であります。それとやはりオーールハザードを の対応という意味で、そのマルチハザードの問題をやはりやっていただきたいというのと先ほど難しいとは言われましたけどこういわゆるマルチスレッダー、えー、といわゆる悪意のあるやっぱりテロであるとかサイバーであるとかああいうふうなことについても、まあ、あの方法論が少し変わると思いますけれどあのそのことについてもあの長期的には検討していただきたいというふうに思っています。まあ あのこれはちょっと打足ですけど我々もまあ大学の中であのセグリティーイッシューへのリスクアナリシスの,その適用の課題っていうのを今少し議論しようとしているところなんですねやはり全然こうあのアプローチがこれまで違ってきたところをどうにか明らかにしていきたいというふうに、まあ、これはリスク研究の中の大きな課題だと我々も認識しているという。 でまあ、あのちょっとコメントだけなんですけど、まあ、そういうふうに思っていますというのと、まあ、先ほどのイニシアティブはあの先ほど先生が言われた所長が言われたリスクコミュニケーションの考え方は私と同じでその活動をいかに見せていくかということですのでそういう意味ではこの,あのイニシアティブはそのリスクコミュニケーションをしていく時の、まあ、対話のきっかけになるものなのでぜひこれを。あの 起点ににししててリスクコミュニケーション活動も展開していいいたただきたいとういうふうに思っています。で、まあ先ほど他の方の議論にもあったけど少し先生のおかん所長のお考えを聞きたいのは中長期的でいいんですけどその例えば大学との連携研究とかそういうふうなことの可能性についてはまあ個人的でも結構ですけどどういうふうに思っておられるのかと。 あのまあ、私自身は以前に電力中央研究所におりましたので <laughs> あのリソースをよく知っている関係から見るとあの大学との連携研究について少し先生のお考えを聞きたいと思っています。 を協力をしたいいと思っていますあ比較、まあ、相対的には長期的なプロジェクトでより革新的な思考をそして最新の技術を利用するようなプロジェクトに取り組んでいきたいと思います。それが大学の適切な役割だと思っています。そして相互に恩恵があるものだと思います。ただから短期的な問題としては おそらく大学とと連携すするのは過ちだと思いますもうすでに大学で、えー、その関連ある作業をしてきたけども専門家ではないという場合だと思いますでもそういった意味ではないと思います研究リサーチということになりますと、まあ、中期おそらくは長期の目標として、まあ、賢い学生と教授の監視の下で、えー、作業するとそれも非常に良い考えだと思います。現時点ではあ、まあ 短期的な問題に対応するわけで手一杯というところがありますしかし落ち着いてきましたら、えー、本当に、えー、この可能性を探りたいと思っていますまずどういったリソースが日本の大学であるのかということを知りたいと思っていますそして、えー、先生の大学もぜひ訪問したいと思いますしそこから始めたいと思いますでもこれ私が考えていることで私も長い間大学の教授を進めていましたので まあいかに、えー、さまざまな大学のセンター、その他の機関と、お協力することが有益かということは認識しておりますので、えー。その点では意見は一致していると思います。ございます。よろしいですか。えっ、ー、と、それでは、えっ、ー、と、伊藤委員でしょうか。お願いいたします。 はい、えー、ちょっと感想というか要望のようなことになってしまうかもしれないんですけれども、まずあの各電力会社が自主的にこういう形をまあ、手法を用いてリスク管理をしていくってことは非常に重要だと思っています。で、この PRA というまあ確率論的なリスク評価ということに対してあの有効である一方で、一つそのやっぱり日本のこれ特徴だと思うんですけれども、その確率論とか例えば発生頻度とかそういう ものを考慮してきたっていうのは多分事故前もあったと思うんですよね。で、そこをその数字的なものに頼りすぎたことが、あの事故を招いたんではないか、というような感覚というのは、いっぱいの国民の中にはたくさんあると思うんですね。なので、あのまあアメリカとかイギリスの方がこの pra というのは先行しているんだと思うんですけれども、それと同じことでいいのか？か いうとそれが同じように日本国民に受け入れられるのかというとまたちょっと違うと思うんですよね。ですからその今のこの日本の現状でいえばこうした確率論的な数字に表れない部分の不安とかそういうものがもう原子力が進まないという状況の1つになっている部分ではあると思うので例えばまあこういうアドバイスをするという、ね、立場の中でもそういう部分をどれだけ認識してあのどういうふうに、えー、まあ日本の中において活用していこうと。 というふうに考えていらっしゃるのかというのはちょっとお聞きしたいところであります <me> それについてぜひコメントさせてください大変にこの残念なことはこれを確率論的リスク評価と呼んでいることですこれは大変残念なことだと思っていますというのもこの確率論的と いうところを見て多くの人はこのような危険な施設を確率で運営していいのかというふうに思うからです PRA のこの最大もたら最大の価値というのはこれは確率論ではありませんもう少し詳しく説明する必要があると思います規制があります原子力のプラント一つの大きな組織として考えるさまざ、あ、まな伝統的な規制がありますが それぞれのこのコンポーネントを見てこの配管についてはこのような強度が必要だというようなことをいろいろと規定しているわけですこのポンプはこのような能力が必要だそういった非常にその低いレベルで規定しているわけです PRA というのは上からトップダウンで見るわけです全体像システム全体を見てでこれは社会技術的なシステムとして評価するわけですその中には人間の側面も入っていますでですので このトップダウンのアプローチがもたらす最大の価値はこの事故シーケンスが出てくるということですプラントがどのように故障するのかということが分かってきますそしてハードウェアの故障とヒューマンエラーが組み合わさって問題になるということが明らかになってきていますハードウェアだけヒューマンエラーだけではまず事故は起きないということが分かってきていますこれまでの規制のアプローチはボトムアップ PRA はトップダウンです でこの自己シーケンスの数というのは何千何千万という数に上りますですのでリスクマネージメントという観点から言いますと CNO のところに行ってこれはコンピューターの出力ですと2万5,000のシーケンスがありますということを言ってもそれは全く役に立ちません。 彼はそれを捨ててしまうでしょうですのでその頻度ということを導入するわけですしかしこれは公衆向けではありませんマネジメント向けのものですこういったシーケンスの頻度に基づいてこれが最も上位だとそこに最も資金を集中すべきだそうすることによってリスクを低減できるということを提示するわけですレベル3の PRA から得られた驚くべき結果それは何千ものシーケンスが検討されるけれども 最もその公衆の健康に影響を与えるシーケンスというのは15ぐらいしかないんだということです何千のうち15ぐらいが重要だということですこれは驚くべき結果ですなぜそうなるかというと原子力プラントには非常に冗長性が整備されているからですですからいくつもの故障が重ならなければ重大な事故にならないということがあるわけです数年前リスク評価 このスペースシャトルに関して行っていました国際宇宙ステーションに飛ぶシャトルについて行っていたわけですがそこでは1100ほどの単一の事象があってそれによってシャトルは破壊されうるということでしたしかし原子力発電所にはその単一の事象でということは一つもないんです複数が重なり合わなければならないということです まあ、シャトルではですね乗車様にも作ると重くなりすぎるということでそれはあ、えー、整備されていないわけです一つの故障で破壊されてしまうということがあるわけですですので公衆に対してこれの確率はこれの確率はという必要はありませんこれは技術者向けのものです PRA のこの結果というのはマネジメントのためにあります安全目標というのは 常にこの定性的な部分と定量的な部分から構成されています定量的な部分というのはこれは技術的な人たちで検討されるべきものです。で定性的な部分、まあ、一部定量的な部分も含めてということになりますがそれは公衆に対して提示していくということです。例えば、まあ、一つ言われている目標として原子力プラントのリスクは 他の発電所のリスクよりも大きくなってはいけないということを言ってるわけですですから便益を同じレベルにしてリスクを比較するということをやっています香山さんがおっしゃったように米国では定性的な目標と定量的な目標を設定していますこれは他のリスクとの比較で設定していますですのでまあこういったことに関しては多くの人が何年もかけてこれを考察しています 単一のの方法というのがああるわけではありませんしかし私が考えるに技術的な部分というのはこれは技術者だけが検討すべきだと、まあ、講習のその中でそれについて知りたいという人がいれば提供すべきですが私たちの方からこの「路震損傷確率は10のマイナス4でこういったことをやっています」ということを言ってもあまり評価されないだろうというふうに思っています。 まあ、そうでないということであれば、ああ、そういう意見も受け,受け入れたいと思いますが、私としてはそう考えています。あるレベルで、できれば定性的に講習とコミュニケートする。そしてまた別のレベルで、技術者、ああ、科学者と定量的にコミュニケートしていくということが必要だと思います。まあ、前にも言ったことですが、確率論的リスク評価、の、この名前というのが問題です。この確率論的というところに人々は集中してしまいます。 委員長ともこの激しい議論を行いました、なぜこの特に廃棄物の処分場に関して確率でいいのかというようなことを知られました、これはリスク評価を助けるためにやっているんだということがポイントでであるわけです、はい、あの今の議論はこれから PRA を正しく適切に使っていくことが非常に大切なので。 ように有意義な議論をしていただいたと思います。ありがとうございました。あのよろしいでしょうか。あのそれではあのどうもありがとうございました。あのアポストラキス所長もこのままあのご出席いただきましてあの質疑意見公開にぜひともあの参加いただきたいと思います。あのではお礼を込めてまた拍手。